水没した車からの脱出、いかに早くガラスを割って逃げるかが生死を分ける。しかし車の窓は強化ガラスのため簡単には割ることができません。ところが先生はヘッドレストをうまく使えば割ることができると言います。その方法とは、これ間にこう入れて、ヘッドレストの金具を窓枠に差し込み、テコの原理で力を加えます。すると、お、割れた。女性の力でも割ることができました。お、割れた。おー、すげえ。窓が割れれば外と中の水圧が均等になり、ドアを開けて脱出することができるのです。